7 week old doll. Got my brain up in a muddle. I think I'm in trouble. おはようございます。寒くなってきたので、今日はもこもこのパーカーに腹巻きをして、でパンツの中にさらにチャッカーズのソックスを履いて体を温めてます。食欲の秋ってことで、美味しいね秋の食材を使ってお料理をするんですけども、まあ、太らないようにヘルシーに満足感があって、まあ、ちゃんと満腹になるレシピもご紹介していきたいと思います。こんな風にもこもこの靴下で足先を温めて、でさらにこのパンツの中にね、今日はチャッカーズのレギンスも履いています。今ちょっと足のむくみがひどい時期で、これを1日履いてるとすごく足がすっきりします。朝ごはんですが、和食にします。この間茨城で買った金目鯛と、あとはわかめと玉ねぎのお味噌汁を作っていきたいと思います。この間茨城の地元に帰った時に買った立派な金目鯛があるので、これを焼いていきます。美味しそう。顔の大きさぐらいあるよ。綺麗に焼けました。ご飯は今日 114g。 いつも毎回ご飯の量はこうやって測って食べています。100から150ぐらいの間で、まあ今朝の体重とちょっと計算して食べています。今朝は和食にしました。朝からしっかりご飯を食べて、いつもお味噌汁で野菜をとっています。魚は今日はこれは金目鯛を半分いただきます。汁物で体を温める。美味しい。わかめたっぷり。だいたい朝食はパンなんですけど、たまに週に1、2回ぐらいはこうやって和食を食べる時があります。大体お昼が外食の時とかは和食が多いかな。やっぱ和食だと油を抑えられたりとかもするので、あとはやっぱり腹持ちがパンよりもいいので、そういう時は和食にしています。肩甲骨をしっかりと
昼ご飯はトマトとたっぷりのキノコを使った、トマトキノコリゾットを作っていきたいと思います。リゾットとか雑炊とかのいいところって、ご飯が少量でもねすごく膨らんでくれるんで満足感があるんですね。で、今日は秋の味覚、このたっぷりのキノコを使って腸の中をきれいにしていきたいと思います。玉ねぎは半分をみじん切りにしていきます。で、ニンニクを一かけ入れていきます。じゃあ次キノコ類を切っていきます。ふんだんにキノコを使っていきたいと思います。腸の中をね、きれいにお掃除したいので、お好みのキノコを3種類ぐらい、何でもいいので好きなものを使ってみてください。私ね、ダイエットレシピでキノコを使う際にえのきを使うことが多くて、やっぱりえのきって噛まなきゃいけないじゃないですか。食感があるので満腹中枢を刺激するっていう点で、まあ、かさ増しだったり、あと普通にお肉と野菜と炒めるときにこのえのきを使うことが多いですね。で、しめじを使っていきます。しめじはまあ半分ぐらいかねって感じで、キノコは3種類ぐらいをこんなにふんだんに使っていきます。じゃあ炒めていきます。熱したお鍋にバターを入れていきます。バターかオリーブオイル、どちらでもいいです。私はまあバター量をさえそんなに入れなければコクが出るので、今日はバターを入れちゃいます。まずニンニクを香りがね出るまで炒めていきます。さらに玉ねぎ、みじん切りを加えます。にんにくはね、あってもなくてもどっちでも OK です。ね、このままちょっと焼き色がつくまで炒めます。で、ここに大量のキノコを入れていきます。これだけふんだんにキノコを入れて、さらにお水を 50ml 入れます。で、ちょっとね、蓋して蒸す。はい、だいぶボリュームダウンしました。で、一回こうやってね、玉ねぎときのこを混ぜて、もうだいぶもうしなっとなってるんですけど、あとね1分ぐらいかな、もう一回蓋を閉めて旨味を閉じ込めます。だいぶ具材がクタクタになってきましたってところで、これから調味料たちを入れていきます。今日はだいたい2、3人前ぐらいの設定なんだけど、トマト缶半分を入れていきます。で、コンソメキューブを1つ、お塩適量入れます。で、ケチャップを小さじ1入れていきます。ん？これコンソメか？違うか。1人 100g という計算で2人分の 200g を入れていきます。あ、めちゃくちゃ美味しそう。水分でご飯が膨らむからね。私はこのリゾットを結構大量に作って、朝ごはんだったりだとかお昼ご飯にしたり、あと疲れて仕事から帰ってきてもうレンチンだけで食べれるようにしたりしています。結構ね、たっぷり入れると美味しいよ。パラパラパラ。チーズは GI 値が低くて腹持ちがとてもいいので毎日食べてます。トロトロチーズのトマトリゾットです。完成。もう最近これにすごいハマってて、家族みんなが美味しいって喜んでくれてます。最高に美味しい。キノコの食感がすごくいい。私はこれにお米を入れてリゾット風にしたけど、パスタを入れても美味しいです。あと、タンパク質は今回チーズで取ってるんだけども、さらに食べ応えを出したかったらチキンとか入れても絶対に美味しいです。でも、襲ったこの一皿はね、ご飯 100g 分なんだけど、めちゃくちゃ満足するよ。ちょっと小腹が減ったので、バナナを使って完食を作ります。も
もうお砂糖とか何にも加えないで、これにね、もう本当にシンプルに牛乳だけ、これだけでめちゃくちゃ甘いバナナジュースができます。お店とかで飲んだらさ、砂糖入ってるし、一杯で6、700円ぐらいするでしょ。こんな感じ。本当にバナナと牛乳だけで十分甘くて、甘すぎてたまに本当大丈夫かなって罪悪感感じるぐらい。だから夕方とかお腹すくとか、甘いものがやめられないって方、ちょっと家でこれ作ってみて、めっちゃ美味しいから。今日はお家でお仕事なのでこの作業をして、あとね、今すごくハマってる本があって、アシスタントさんからおすすめされたこのルビーの壺が割れただっけ、この本を今読んでます。大どんでん返しな結末らしい、すごい内容らしいよ。見てる人絶対ネタバレしちゃうから言わないでねもうちょっとお仕事して、で夕飯作りをしたいと思います。メインが以前ね動画でもあげたんだけど、この鶏胸肉を使ったメニューと、で副菜がきゅうりともやしを使って、まあパパパッとヘルシーなお夕飯を作っていきたいと思います。パサつきがちな胸肉をしっとりするためにね、下準備をしていきます。痛そうだねお酒を手振りします。お塩と胡椒ふわっとかけてレンチンしていきます。600ワットで4分ぐらいですね。長ネギも2分の1本使っていきます。生姜はまあ3分の1ぐらいでいいかな。ニンニクは1かけ入れていきます。こんな感じ。じゃあソース作っていきます。醤油大さじ1、お砂糖が小さじ1、お酢大さじ1、オムライスを入れていきます。あー、蓋が入ったやるよなこういうこと。でちょっとこの茹で汁を小さじ1、2ぐらいね、この中に入れます。お野菜たちを入れていきます。少しお塩入れていきます。お湯沸騰してきたのでもやし茹でます。ひゃひゃ、全部入った。きゅうりは2分の1本使っていきます。細切りしたきゅうりと水をしっかり切ったもやし1袋全部入れました。醤油大さじ1、お酢、お砂糖は小さじ2強、すりごまを入れていきます。この鬼崎のつきごまが私すごく好き。これも適量です。混ぜて和えて終わりです。この副菜はもう速攻できたやつです。食べ出したら止まらないの。ほんと鶏むね肉ってさ、安いしヘルシーだしいいよね。これ以前あげた居酒屋レシピのメニューなんだけど、もう本当に美味しくて、もう高タンパク低カロリーメニューです。私ね、昔は夕飯でお米を抜いてたんですよ。でも抜くとやっぱりすぐお腹が空いて何か食べちゃったりだとか、夜なんか寝つき悪かったりとかして、今はしっかり3食お米をとって食欲をコントロールできるようになりました。またいろんな動画撮っていきたいと思うので、リクエストがあったらコメント欄にお願いします。バイバーイ。